ちょっと顔でかいんで、引け目でお願いします。あ、いいじゃん、いいじゃん。中国はない。ちょっと向こう行って、向こう行って。愛知支部4080番、山崎哲司です。よろしくお願いします。してます。はい。見たことはないんですけど、あの蒲郡に来るとよく皆さんが話してます。YouTube 見ます。もう歌ですかね。最近の歌というか、あとレースと、うん。結構最近の曲すごいいい曲が多くて、邦楽が好きですね。うん。最近だとやっぱり ヒゲダンですとか、もうすごいいい歌で勝手に大声で歌ってます。はい。そうですね、気分転換にもなりますし、すごいいい歌だと本当にね、あの家で勝手に歌ってます。まあ、趣味は昔からずっとマリンスポーツが好きで、ジェットスキーから始めてサーフィンもやりますし、あとウェイクボード、まあそこでね、みんなとバーベキューしたり、そこで料理してお酒を飲むのがすごい楽しみです。もうスピードを出せばすごい、このモーターボートよりスピードは出るので、もうしがみつくのに必死ですね。はい。サーフィン多いけど、ジェットスキーは愛知県はあんまり聞かないですけどね。はい。昔皆さんが結婚されてない時はみんなで遊んでたりはしましたけど、皆さん結婚されてしまったので、僕だけ残されてしまって、あの一人で同級生や未婚の後輩たちと遊んでます。願望はもちろんあります。はい。でも、もうこの年ですし、まあ、こういう仕事してますし、男としてのこの人生を楽しみながら、その中で出会っていく中で、この人と結婚したいなと思う人がいれば、まあそうなりたいと思いますし、もうそうでなければもうこのまま自由気ままに行きたいです。親にはね、孫を見せてあげたいんですけどね、もうそれだけはちょっと悔いなんですけど、まあでもこればっかりは相手がいることなんで、はい。まあ、あの生きていくためにやらざるを得ないので、もう自分で、あと減量もありますし、体作りもありますし、自分に合った食べ物を食べたいので全部自分でやってます。まあ典型的なことですけどね、もうあの今ネットを見れば全て出てくるので、その本当に一般的なことが全てだと思います。もう全てバランスだと思ってますけどね、野菜ですかね。野菜とタンパク質がすごい好きですかね。あと釜揚げしらすが一番好きかもしれないです。はい。この蒲郡でもいつも釜揚げしらす出るので、毎日食べて、それがあのいい仕事につながっていると思います。あの旨味というか、あの塩加減と、もう本当に大好きですね。はい。食感のいいシャキシャキした野菜はとても好きで、その野菜たちの上に釜揚げしらすのして、オリーブオイルかけて岩塩で、もうそれが最高です。はい。あと白米にオンザ釜揚げしらすで TKG 最高ですね。もうあの毎日でもいけます。はい。ブラックペッパーもかけて、はい。ラー油も垂らすと美味しいですよ。優しい子が好きですね。まあ優しい子がいいですよね、やっぱり。この勝ち釜さんでせっかくなんで募集してくれますか。ああ、そうなんですか。じゃあもうこうテロップ、募集というテロップ流しておいてください。いや、もう条件なんてそんな僕が選べる立場じゃないので、もう41歳なので。頑張ってますからね。もう労働対価だと思ってます。趣味ではないんですけど、生活が僕地味なので、まあ今でももうすごい満足なんですけど、この過密スケジュールとこの賞金体系だと、まあおのずと、増えていってるのかな。もうあんまり見たことないので気にしてないし、で投資もしてますし、いろいろあの老後のために、老後きっと多分このままだと一人なので、あの高級老人ホームぐらい入りたいので、その資金だけはしっかり貯めとこうかなと思ってます。あ、お願いします。またあのそういう会が開いていただけるのならとても楽しみにしてます。とにかく、まあ無事故完走で、まあスキーがあれば優勝したいなとは思ってますけど、まあ6コース
バグも遠いですし、まあ、相手がいることなのでどうかわからないですけど、まあ、自分の、ね、精一杯からを出し切ってしっかりスタートいって隙があれば展開ついて優勝したいなと思ってますので、たくさん買ってください。応援お願いします。決めポーズ、あ、決めポーズ、最近なんか若い子たちで流行ってる、おじさんがやると気持ち悪いかもしれないですけど、あ、やっぱないですないです、それをちょっとやっていただきたいな。これでないです、やめます。じゃあ、それのバージョンと、普通のバージョンわかりました、はい、勝ち釜、はい、勝ち釜、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、長々と、いやいや、長々と、すいません、ありがとうございました。